僕の趣味の一つです。アフリカの伝統的な楽器ジャンベを演奏します。今日も青空の下、近くの公園で演奏をしていました。すると遠くで遊んでいた子供たちが集まってきました。なんだかまじまじと見られているのに恥ずかしくなり、目をつぶって集中しているふりをしました。演奏を終える頃には子供たちはいないだろうと思い、目を開けると、お兄さんこれどうぞ。何人かいた子供たちがそれぞれお菓子をくれたのです。じゃあもう一曲聴いてて。お菓子のお礼にと、もう一度演奏をすると帰っていました。それでも興味を持って見に来てくれて、お菓子まで渡してくれた子供たちと楽しいひとときが過ごせました。また見に来てね。